本日は面白いバスを皆さんにご紹介したいと思います。それはこちらドームというバスでございます。じゃんじゃじゃーん。これ奥までずーっとね席が3列シートで入っていて、全部でね26席あるらしいですね。こちらの座席フードがついているんですよ。これが最大の特徴のバスの座席になっております。なんとですね、スマホホルダーがついてるんですよ。こういう風にプライベート空間で動画などを視聴することができるって感じなんですよ。で、あとね見た感じだとバスにトイレはついてないですね。そこはちょっと残念かなっていうのはありますね。まあでもね、ほんと深夜バスに行くときになるべくねよく眠りたい、そして人目を気にしたくないっていう方にはぴったりなねバスだなと思います。このバスは東京名古屋と最近ね東京大阪間もね運行してるっていうことなんでね、ぜひそこら辺をね利用する方はねチェックしてみてください。